特定アジア。特定アジアとは、特に反日に対する対抗、権勢言論が、国内にない中華人民共和国、大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮の参加国を意味する呼称とされている。こうした反日感情は、幼少期からの徹底した反日教育によるものとされる。略称として、特和や特和も用いられる。もともとは、 インターネット上での掲示板などで使用されるインターネットスラングの一つであったが、その後、一部の学者、政治家、ジャーナリスト、書籍なども使用するようになった。BBC の国際世論調査によれば、中国及び韓国、北朝鮮は、このような調査の実施が不可能なため非調査対象国の日本に対する評価は、他国のそれに比べて突出して低い、口実。 北朝鮮は現在も国民の支配や対外戦略として日本に対する敵視政策をとっている。また、これらの国々では共通して反日教育を実施している。日本のまたは日本人のをアジアまたはアジア諸国、地域などしているなどと上記の三カ国における主張をアジア、アジア諸国、アジアの諸国と主語を大きくして誇張してどうしている。 ことを皮にる言葉日本のインターネット特命掲示板2チャンネルの一部利用者によって使用され始めた用語である。アジア諸国のうち反日的な姿勢を取るとされる国家を対象とし、通常は中華人民共和国、大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮の3カ国である。戦前の日本に批判的であるという共通項でくくられるものの、 それぞれの国情も、現代日本との関係も大きく異なる。原則として、インターネット上、掲示板、日記、ブログ等のみで使用され、日常会話で使われることは少ないが、一部のマスメディア、政治家、学者、ジャーナリストなどによる使用例が見られる、口実。日本国内では、テレビ朝日や朝日新聞、毎日新聞、北海道新聞、 沖縄タイムスなどの諸位差派とされるマスコミや左翼系の市民団体が中国、韓国、北朝鮮の3カ国だけのことをアジア、またはアジア諸国や海外と曖昧に表現していると考えているものがいた。また、しかし実際のアジアとは日本からトルコ中部にわたる150カ国から構成される広大な地を指す言葉である。特名掲示板 2チャンネルは以前から中国、韓国、北朝鮮に関する話題はユーザーのイデオロギーの相違によって紛糾する傾向にあった。特にニュース系の掲示板で顕著であったため、この3カ国関連のニュースのみニュース極東版として分離されることとなった。ニュース極東版ではこれら3カ国に批判的な意見を持つ者たちを中心に比較的自由な議論が行われ、 その中で自然に特定アジアの用語が使われるようになっていった。なお、特定アジア諸国という語はそれ以前より様々な場面で用いられているが、いずれも本校の特定アジアとは無関係である。朝南正明、南川正明はアメリカ合衆国の戦略国際問題研究所が2002年8月1日に発表した報告書。 統一コリアに対する米政策の青写真に A セレクテッドアジアンネーションアジアの特の国との記述があることをもって特定アジアの語源としている。また、朝鮮日報はこの報告書に関する2002年9月19日の報道で特定アジア諸国という日本語訳を与えている。しかしこの語句は朝鮮半島が統一した場合に統一コリアが取り得る外交戦略としては 中略アジアのどこかの国と同盟関係を結ぶことが考えられるという文脈で用いられており、本校で述べている特定アジアのことではない。強力な反日教育を国家が積極的に実行している上に言論の自由がない中国と言論の自由が事実上規制されていた韓国両国においては国民の反日感情が諸外国と比べて高い傾向にある。 北朝鮮においても、日本の植民地統治の不当性を強く印象づける教育が全国民に実行されている。1990年代以降の日本においては、北朝鮮による日本人拉致問題、竹島問題をめぐる韓国右派の反日アピール、韓国における新日派への迫害、中国における反日でも、 日本大使館への中国民衆の棒を中国政府が黙認したなどの事態が次々と報道され始めた。さらに小泉純一郎が2001年から2006年にかけて毎年靖国神社を参拝したことに中国、韓国が強く反発したことが大手マスコミでも大きく取り上げられ特定アジア諸国における根強い反日感情が日本でも認識されるに至った。2010年には 尖閣諸島中国漁船衝突事件が起こり、日中両国で感情が悪化している。2チャンネルのユーザーを中心に、中国共産党が人民の不満をそらすスケープゴートに日本を使っている韓国人の間には日本を理屈抜きで全否定するのが良いことであるとする風潮が後の認識が広まっていった。実際に2011年に、 韓国にて行われた韓国国内の中高校生を対象に実施した青少年の国家間と安全保障間調査によると44.5%が現在の一番の敵は日本と回答している。天安沈没事件や野別墓島砲撃事件で関係が悪化している北朝鮮は第2位の22.1%で日本の半数にも見となかった。日本は世界的には 世界中から最も好ましい影響を与える国の一つとして肯定的に評価されているが中国、韓国の2国のみからの評価は否定的なものとなっている。2006年2月3日、イギリスの BBC ワールドサービスによる日本を含む9の国及び地域が世界に与えている影響についての印象を尋ねる世論調査の結果が公表された。この調査は 世界33カ国において約39,500人を対象として実施され、調査実施国のうち調査主体によってアジアに分類されているのはアフガニスタン、インド、インドネシア、オーストラリア、韓国、スリランカ、中国、フィリピンの8カ国である。北朝鮮は調査実施国に含まれなかった。その結果、日本については33カ国のうち31、 各国において、主として世界に好影響を与えていると感じると回答した人の数が、主として悪影響を与えていると感じると答えた人の数を上回、全体平均は、好影響55%対悪影響18%以後本文中では、好影響対悪影響で示す。これに対して、本記事において、 特定アジアと定義する中国と韓国の2カ国のみは、あるじと手役影響が多数であった、中国16%対71%、韓国44%対54%同社が2007年3月に発表した調査では、27カ国2万8千人を対象に、日本を含む13の国及び地域が世界に与えている影響の印象を尋ねた。アジア、 太平洋地域の調査実施国は、インド、インドネシア、オーストラリア、韓国、中国、フィリピンの6カ国である。北朝鮮は調査実施が不可能なため対象国ではなかった。その結果、24カ国で日本に対して、主として好影響が、主として悪影響を上回り、全体平均は54%対20%、中国と韓国の2カ国のみで、 主として悪影響が多数であった中国18%対63%韓国31%対58%同期間が2008年3月に発表した調査では34カ国17,457人を対象に日本を含む14の国及び地域が世界に与えている影響の印象を尋ねたアジア 太平洋地域の調査実施国は、インド、インドネシア、オーストラリア、韓国、中国、日本、フィリピンの7カ国である。北朝鮮は調査実施国ではなかった。その結果、日本はドイツと並び調査対象国中最も、公営協の回答率が高かった。全体平均は56%対21%。ただし、前年以降継続データのある24カ国のみの、 平均が前年、前々年と同様、中国、韓国においては悪影響との回答が多かった、中国30%対55%、韓国37%対52%。アジア、太平洋地域の調査実施国中、2006年以降の各年ごとの数値はインド、

79%対 13%70% 対 8%70% 対12%である。同期間が2011年3月に発表した調査では27カ国28,619人を対象に日本を含む16の国及び地域が世界に与えている影響の印象を尋ねた。北朝鮮は調査の実施が不可能なため対象国ではなかった。 その結果、日本は、カナダと並び調査対象国中3番目に、好影響の回答率が高かった。2014年の同調査では、調査対象国の中で日本は、良い影響と評価される5位にランクされ、中国9位、韓国11位、中国と韓国のみは突出して、日本について悪い影響と評価した日本を、 影響と評価した国々は平均で30%ほどだったが、中国90%、韓国79%。を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。